6月12日は、グレゴリオ歴で年始から163日目にあたり、年末まで、あと202日ある。南北戦争、コールドハーバーの戦い終結、リーリッチモンド、メジャーリーグベースボール史上初の完全試合達成。画像は、スコアカード日本の野球体育博物館と、野球殿堂創立、ネルソン・マンデラに、終身刑。画像は、 マンデラの官房乱奏の初代皇帝、高奏誕生。初夏でもあった蘭学者、高野長英誕生画家、ニルス・ブロメール誕生。画像は、草原のエルフたち、画界ンシーレ。画像は、自画像、自作家ジューナ・バーンズ。アメリカ合衆国、第41代、大統領ジョージ HW 物資誕生ジャズピアニスト、チックコリア・オケハザマの戦い。 今川吉本選手第68.69代日本国内閣総理大臣大平正義在任中に休止。画像は1980年1月の太平フィリピン独立宣言児童労働反対世界で。画像は18世紀イギリスで炭鉱労働に従事する児童。ありがとうございます。